はるかちゃん疲れてたみたいね。ぐっすり眠っちゃって。キルちゃん今日はどうするの？何か新しい手がかりを探さないとな。町に出てみるか。大丈夫？キリュウちゃんすぐ変なことに巻き込まれちゃうから。私、河原のもんでモグサって言います。今、花屋さんのところで働かせてもらってます。旦那、ちょいとボスのところに顔出してやってもらえませんかね。どうも、ボスの身内にトラブルらしいんです。ここんとこずっと機嫌悪くって。でも、私らには何も話してくれねえんです。花屋に家族が？大昔に別れたのがね。その息子ってのがこの町の不良でして、向こうはボスの顔さえ知らねえんですが。ちょっと寄ってきませんか？急いでるんです。そんなに急いでもいいことないって。どうせなら俺らとゆっくりベッドの上で楽しもうぜ。いやいや、俺は大真面目だよ。お前に一目惚れしたんだ。ああ、そういうことでホテル行こうぜ。そんなの一人で行けばいいでしょ。もっと素直になれよ。本当は俺とホテル行きたいんだろ。よくそんな顔で言えますね。鏡で自分の顔見てきたらどうです？男は顔じゃねえだろ。どっかか。よし、じゃあホテル行こうぜ。もうどっか行って。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
おお。さすがや。せや。またな、キルちゃん。
何いらっしゃいませ。
ああ。財布出せや。何なんだ。
んだよ。目障りか。さすがや。せや。またな、キルちゃん。おもろいな。
じゃ。Come on.